ごい新鮮ですね。見たことない、こんな花ちゃん。はい。あ、ほんと仲良しなんですね、お二人は。まあ、ビジネスライクだけどね。あのね、ラジオでしか喋れないの。そうなの。こっから離れるとね、もう何喋っていいの、うん、あら、アフレコ現場でもね、全然喋ってない。喋ってないでしょ、だって、うちは現場で。あー、そういえば。そういえば。そうなんだよね、ここでしか喋れないからね。意識しすぎちゃうからって書いてあるけど、まあ意識はするよね、それはね。若干あるよね。うん、それはあると思う。そうそう、意識しちゃうっていうのもだからさ、やっぱりもう本当に別にディスるわけじゃないけれども、うん、このラジオが原因なんだよ、やっぱり。こういう流れにしたあなたたちが悪い。そう、そのおかげでね、仕事の話しかできなくなっちゃう。そうだよ、ね、あら、ね、どうしましょうか。考えて、くのちゃん。あ、美咲ちゃん考えて、どうしたらいいと思う。どうしたら僕ら普段でも喋れるようになると思う。じゃあ、うん、私が、うん、あのアフレコ現場の席、うん、豊永さんにお譲りします。やめてくのちゃん。まずは隣の席から、うんうん、あー、そうかそうか、そういうところからか、次回ね。ただまあ、うん、まあ、ただまあ僕、まあ、一応ね、デュラララでは交番表一番上に名前書かせてもらってるんで、はい、ど真ん中に座ってるんですよ、そこに美咲ちが来るってことだよね、逆に。そう、美咲ちが、美咲ちが主人公席、主人公席に座るってことだよ。違います。私はじゃあ、そうですね、じゃあ分かった、美咲ちゃん間にいて、近くにいて、近くにいて、近く、3人一緒に座ろう。ああ、なるほど、ね、並んで、じゃあ、だから花ちゃん真ん中にして、はい、左に俺、右に美咲ちでいいんだよ。あ、いいですね、ね、うんうん、いいかも。どう、花ちゃん、うん、それいいね、なんか、うん、ずっと美咲ちの方しか向いてなさそうだけど。そうだね、多分美咲ちとばっかり喋っちゃうね。そうだね、うん、で俺も俺で参加しないで台本読んでると思うから。そう思う。どの真ん中で。あ、俺真ん中嫌だな。トシ君真ん中か。俺真ん中、トシ君はないものとして話しちゃう。そうだ、ね、やっぱり俺は台本を読んで、なんかブリッジな感じで、そう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 、なんかむしろ入れ替わろうかみたいな、うん、ダメですよ。そしたら私お手洗い行きますから。休憩時間。こんな気使わせちゃってんだろ、うん、私。なんかごめんなって思ったけども、お手洗い、美咲ちがお手洗い行ったところで他のキャストさんはいるからね。そうだね。そうそう、そう